ぬるんねえな。お、チャンス、これチャンスやろ。基本的に黒ボートはね、ボート引いたら広角のチャンス。これめちゃくちゃボート欲しい。ボート呼ぶ位置取れたら青島以上なんで、これめっちゃ欲しいぞ。来た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 。しゃあ、しゃあすごー、来たやろ。いやいや、終わんないよね、終わんないよね。もう一回もう一回。え、来てない、取れなかった、取れなかったか。なんだっけ、煽っただけだ。マジか、行って、楽しい楽しい、楽しそうで良かったです。マジ楽しい、めちゃくちゃ楽しそう。楽しいね、バトルが。80%だぞ。よしよし、2番人気はね、そうそう落としまへんで。ここで消えませんか。消えませんね、勝ちましたね。えい、ここなんだよな。ここがまっさらの可能性がある。つけ前かしら。まあつけ前なんでね、ここが10パーっぽいのは。おお、いそこかないでくださいませ。いやでもどう打ちのここいるからね、これ大丈夫やろ。10パー取ったっぽい、普通に。青島さんいらっしゃい。一等賞来るよね。なんか謎やなこれ。大丈夫、どうだろう、勝つんじゃねえかこれ。普通に負けるんかーいっつって。800枚、トントントン。あ、終わっちゃった。全然チャンスアップじゃなかったですね。これにて4の2ですね、黄色メダル。231ゲームから9マのチャンスゾーンです。300のところで引っかかりました。珍しいですね。よっこいしょ、もうリプレイ引けるよ。1枚、私は最強だからな。そうだぞ、団長は最強なんだぞ。最強だぞ。お、第3ダメです。1回目モード B 以上かな。残念無念、また来週、追加投資ですいやでもブブブが盛り上がってるみたいで、はい、いや、 やっぱね、そうなるとまた革命引いて、はい、もう通しちゃって。そうですね、あ、もうやるっけないっすよね。そこで判断するしかない。ちゃんと見たい。6枚目。はい、6枚目。え、6枚目、6枚目です。マジ、はい、順調です。今日もマジか、いい感じです。マジで最強やん。はい、島で一番のペースで入ってると思われます。マジか。お、200でありそう。前回が300でしたからね。モードがいいですね今回は。アキラ、アキラ来ました。アキラちゃん来ました。みんな大好き、みんなのアイドル、アキラだよ。いや、頑張って。頑張ります。229ゲームからアキラのチャンスゾーンです。200で引っかかりまして、現在投資が5万5000円です。あ、当たりました。まだですまだです、これからです。最強のおぼろが出てきた。そうです、まだです。オッケー、はい、ナイス、よかった。革命。あ、決戦の匂い、やはり。うわ、出ちゃったか。ついに来ちゃいました。でも革命1回も通してないんで、決戦通せるってことです。大丈夫です。そういうことですね。そういうことです。あと2回。まあ、マジ最強、頑張って。そう、私は最強。いやー、ひどい。違うよ、あなたは超最強だから。無理無理無理、もう無理かも。
え、もう無理かもしれない。そんなことない、そんなことないわよ。これはもう終わりかもしれない。そんなことないわよ。あ、なんでだ。割とちゃんとダメでした。割と、はい、普通にね、はい、ボーナス4回、AT0 回。いや、きっちりね。あと45分。当たった。お、初代ステージ行きました。ご周期の 444P で、あ、いやー、おしまいじゃないか。まあそりゃそうだよな。ここに道口のヘルメットあるんで、そうはならないよね。あー、長かったっすけど、これね、368なんですよ。激走チャージめちゃめちゃやったんで助かりましたね、これ。あー、危ね。助かりました。激走チャージに感謝を込めて392回転、1000枚ぐらいですね、文字メダル。いやー、ちょいプラちょいプラ。モードはね、全然良くないですね。あら、はい、でこれで20ゲーム以上休め休め。はい、ということでヘルメットが、まあ、設定さない 5% の、ね、道口だったんでギャンブラー以上になります。いや、ここの画面頼む。よしよしよし、とりあえずね、当該が66倍以上できればね、スミちゃんが良かったんですけどね、帝王か愛知の巨人。いやいやいや、とりあえず頑張っていこう。いや、バトルが下手すぎ今日。いやー、ゼガイでもここは持ってこう。大丈夫やろ。 OK、 OK、 頑張れ、ありがとう。よし、高額消化。あれ、コンブない。え、12ゲームだったんだ。あら、残念。もう前編も後編もリノさんです。これはもしかしたら、もしかして66%の鬼じゃないですか、この最中。えい、カットインくんな、くんな、うん、来たよ、うん、じゃあ、えのきさん、カモン。はい、勝ったー、よかった。ナイスです。究極 V モンキーやらないだろう。一生 66% モードです、多分これ。多分道口のヘルメットの時に約 19% ぐらいで選ぶやつかな。多分ここも色変わるでしょう、うん、やはり何か見せたい。私も何か見せたい。投資ばっかり見せてるわ。いやー、まだ2人で合わせてプラス3900枚いけますね。いけます、いけます、全然。これは全然いけますね。いや、頼むよ。いやー、危ねえな、これ。66% なんだわ。いや、きっちり。まあまあ、465枚。終わりました。単発じゃないのがすごいです。よかったよかった。とりあえず、まあ天国見てやめですね。はい。はい。あんまり見たくないけどグラフ見ときます。よっ。わあ、すごい。すごいな。綺麗なエスカレーターができてます。8枚目です。はい。すごいな、こんなに負けれる人いないよ。ちゅうことで、私ですね、やめます。時間もそんなないんで、まあで、まあ設定もちょっと厳しめだったんでね、いいでしょう、やめます。1206枚、ちょい勝ちでしたね。よかった、なんとかなりましたね。勝ち逃げです、この台は。私は打ちたい台があります。エースロー、この素晴らしい世界に祝福を。開いてるんですね。素晴らしい世界に祝福をということで、 A タイプ打ちたいです。甘めなんで打ちたいです。ああ、ブラボー、ブラボ
では600のところでマリエちゃんです。あー来たね。あーやったりましょう、やったりましょう。もう本当にこんな外したら生きて帰れると思うなよ。行くぞ。うちの団長誰だと思ってんだ。そうだぞ、伝説だぞ、伝説ちゃんだぞ、伝説だぞ。ちくしょう、許さないって言ってるね。私も絶対に許さないよ、言っとくけどもう絶対に許さないだよね。はい、もうマリー外したら終わりだ、外れない。ファイナルジャッジリプレイ。外れないよ。外れた、マリーリプレイ外しました。びっくりしちゃうよ本当にさ。ということで私、はいはい、時間もないので寝台です。はい、昨日入ったばっかりの A スロットプラスこの素晴らしい世界に祝福を、はい、打っていきたいと思います。お願いします。はい、解説番組で一度打ったんですが、はい、さっぱりさっぱりです。さっぱりなんですか。もう覚えてないです。珍しい、井野さんにしては珍しい現象。井野スパ一人収録じゃなくて本当に良かった。私だけじゃ動画が成り立たないわ。先ほどが600でマリエ、今回が200でアキラです。悪くないよ。123ゲームアキラのチャンスゾーンです。マリエも通せない、アキラも通せないんじゃ話にならんぞ。ダメだこりゃ、天井だ。うわー、さよなら。75,000円。あ、こっち行っちゃうの。あれリリス、あ、当たってるじゃないですか。当たってるリーチ目でしょ今。だよね、よしよしよし、ナイス。これがレギュラーだったかどうか。ん？ん？ビッグボーナスだ。よし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 、338回転。いやよかった、うまーい、ありがとうございます。君と見た世界、お、ありがとうございます。よしよし、でビッグ行きますと60ゲームの AT 入りますから60ゲーム以上か。先見せにしようかな。はいはいはい、60ゲームでした。シュールすぎるなこれ、動画映え全然しないやつ選んじゃったな。伊野さん、はい、9枚目入りますね。9枚目、はい、9枚目に入りますね。いや、まあ、マジマジもう団長伝説作ってくれよ。伝説作って帰りようと思います。ちょっとなんか呂律若干回ってないようななんかあの何がりちゃんにも似てきたようなりょうくん違うよ、伝説ちゃんだよ。伝説ちゃんなんですね。伝説ちゃんです、イエーイ。めっちゃパリピみたいになってる。イエーイ、伝説ちゃんです、イエーイ。現在のグラフはこちら、4000枚か、4000枚弱、はい、成功じゃってんだです。ちゅうか団長が、はい、これ普通にゲーム数の天井とか行くことがあれば、はい、マジ10超えんじゃないですか。多分ぴったり10なんですよね。ぴったし、はい、ぴったしです。今860ゲームで8万2000円なんで、はい、ぴったし1500踏めるんですよ、10万円で、まあ、伝説界ですよ今。いや間違いなく団長が一番投資してると思う今日。はい、間違いないこれは。これはもう、うん、はい、いつもね、なんだかんだ止まってんすよ。そうですね、9枚目とか行く前に、はい、9枚目も行ってないんじゃないかな多分。そんな気がします。私も今日はもう止まることを知らないですよ。
行くわよマリエちゃん、見せてやって、はい、伝説伝説の伝説を見せてやって、しっかり目かっぽじって見ときな視聴者に言ってる、視聴者の皆さんにしっかり目ん玉かっぽじって見ときな、耳かっぽじってはねよく聞きますけど、目かっぽじってはねまれですから、うん、333ゲームからマリエのトゥンストーンです。いってらっしゃい。投資は87,000円、わお、はなはな、はい決まりました、はいナイス。みのさん、唯一の見せ場の V を狙えで V 狙えなかったです、大変申し訳ございませんいや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 、もう誰も文句言わんよ、もう、うん、伝説ちゃんは目も見えなくなってます、いやもう目かっぽじった方がいいのは私でした行ってきます、いってらっしゃい、ラストチャンス、そうですね、決戦ボーナスです、マジかよ、はい、ここに来て行くぞーい、やったらいい、おれ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 、はい、ラットバセイ、伝説ラットバセイ、逃げ目9枚で気をつぶる、あナイス、ナイス、2ゲーム手前だい、あ2ゲーム手前がナイスじゃない、イスナイスじゃないっす、おいっす、おいっす、最強なめんなよ、あてやんでいい、伝説もなめんなよ、流れるようなレバーで叩く、はいダメ、流れるようなはい叩いてダメ、まだある、はい、あるまだまだある、もう後がない、強滑り引いていく、強滑りを毎ゲーム引いて、おおほー、繋がった、繋がった、あ繋がった、ナイス、伝説が伝説が伝説をずっていく、伝説が伝説となる瞬間に伝説になっていく伝説が伝説の状況を加味しながら伝説を作っていく、伝説がまるで伝説じゃないかのような伝説になっていく、わお、それはそれはもう伝説じゃないよ、それはあと2回なのに、いやまだ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 最強は伝説、伝説は最強、最強イエーイイエーイイエーイ、流れるようなレバーレド、流れよ、どん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 ポン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 、あと1回になったよ、あと1回、伝説伝説が最強で、伝説を最強に見せて伝説を作っていく、作っていく、よく流れるような軽やかなリズムで伝説を作っていく、ヨーブンちゃんとは言わせない、言わせない、そうヨーブンちゃん、私は最強、最強、最強ちゃん、最強、やっと AT 取れました、なんとか、いや、やっとです、やっとだよ、やっとだよ、いやぶちかませ、何時間かかってんの本当にも う伝説ぶちかましてやれ、絶対取るからな、マジで、そう共闘薬10回引いてやれもうよし、おえリプレイだよこれ、当たったでしょ、当たったやつじゃないこれ、1目だったと思う、1目だったと思うよ、そんなわけがないじゃん、8万7千のさ AT がさ V0 個で終わる世界ってあるわけがないと思うんだよね、ないないよ、そんな聞いてないよ、聞いてない、聞いてない、142枚聞いてないから、そんなわけないよ、そんなわけない、うん、引き戻しってやつがあるね、じゃなきゃおかしいもん、後悔先にやってたぜよとか言われて腹立つの、迷ってないよこっちは、何言ってんだよその3450ゲーム回らせといて、あんたよし、 V0 はないよ、341回転、いやー危ねえ危ねえ、今伝説はどんな状況、伝説は引き戻し待ちですね、引き戻し待ち、はい、あマジか、はい、伝説は1回もブラックアウト見てないです、今日見てないですよね、はい見てないです、
大丈夫、伝説だから。まあそうですね、お願いします。よしよしよし、60ゲームもこれやるからプラスでなんとか変われそうだね。危ね、いやどうしよっかな、まあ先見せていいや。頼むよ、これ300ゲームまではありますから90でいい。休め、出方出方だよ。69、70、いけ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 、プチュンプチュン、はい、戻さない。そう、これが伝説コーディ、すごいな、これ20万入るバルブレイブですね。はい、ということで私もう時間がね迫ってるということで影響ありましたんでやめます。はい、もう勝ち逃げます。はい、勝ち逃げをしてください。勝ち逃げをします。今日はねちょっとね団長の方が、まあ、伝説の方が、はい、ああいう結果なんでね、まあ、ホースシーズン一発目ということで僕だけでもね、はい、ちょいプラで追い止まさせていただきたいかなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お見事でした。値はまだ打ちます。最後は先で締めます。悪くないのよ、絶対中間ぐらいある。高地で4ゲーム先のチャンスゾーンですが、ラストチャンスにしたいとは思っていますがどうでしょうかね。今日チャンスゾーンのほとんどを V 揃いで決めてるので V が揃わなかったらほぼほぼ決まらないです。ほほー、チャンスで引けました。よし、本当のラストチャンス。本当勘弁して。悪くはない、1回もマックスいってないのと後半はチャンスゾーンだいぶ軽くなりまして悪かったのは私のお手手ですね。私のお手手と脳みそが悪かったです。ストレート負けの予感、そんなコンパクトに済ませなくてもいいと思うんだけどな。おお、いけた。じゃあ真ん中右で、右を左で叩けます。左で、はい、はい、崩れました。完全に崩れました。京都役であれ、あー OK、 やっぱ革命ボーナスより決戦の方が得意だな。まだ分かんないですけどね、通せたら3の2です。やりました、後半の後半に2連続 AT です。1プチュンだけ見て帰ろう、もう1でいいんだよ、1で満足できる今の私は。伝説ちゃんは収録時間が10時間ぐらいないと本領発揮できないんですよ、本当に。1回でいいよ、1プチュンでいいんだ、エジプチューンでいいんだ。 OK ね、もうほんと嫌、自分の引きが嫌、くっそ、めちゃくちゃ悔しい。あー、腐らせてるよ。1個目ですよ、 V、 もう誰か救ってこの台、悔しい。出るじゃん、出る台じゃん。なんなら V3 個ともドライブさせよう、そんな見たことないから。
ピチプチューン見れて満足はしたんですけど、ドライブ引いちゃったんで足りなくなりました。もう一回引くまでは当て続けたい。どうぞ消えて、どうぞどうぞ、お客様両者ピロン2個目、さすがに連続ドライブはない。行きますわよ、エアエクがあるわ、引いてないもの。リプレイで取らない、いけるって、二度まで意味わからんって、わからないって、1036枚、ありがとうございました。よく1ドライブ引っ張ってこれました、ありがとうございました。これが本物かもしれない、すごい悲しい気持ち。でも革命ボーナス3回引いててマリー覚醒がゼロで、終了画面もそんなに紫すら出てないので、私が引っ張ってこえてないだけの可能性が高いですけど、4人が3回、あー悔しい、悔しいよ。69、70、はい、戻さず V2 個で終了です。悔しいね、あー悔しい。926枚流しております。最強だよ、伝説ということで実践終了しました。長い一日お疲れでした。時間が足りない、あの閉店まで打ってどうなるかがパスロです。とりあえず半日実践終了しまして、はい、早速、結果、はい、いきたいと思います。私から、はい、いきたいと思います、はい、まあね、逃げに逃げまくって、うんうん、プラス235枚でございました。ありがとうございました、ありがとうございます。本当にお上手です。 ありがとう、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。まあもうモッキーでね、はい、あの前半戦で、うん、あの貯金できましたんで、はい、あれのおかげっすね。いやもう変な引きですよね。でも団長の方ははい、伝説ちゃんはですね伝説ちゃん、投資が 88,4048 枚、はい、返しあるんですよ。926枚流しました。えマイナスの3122枚で落ち着きました。落ち着いた。あの拍手もねちょっと違うと思います。いやいやすごい、でいやすごい、全然伝説作ってないよ。3000枚負けてますから。違うんです、うん、伝説ポイントが1点ございます。伝説ポイント、はい、あるんですか。リノさんは知らないと思いますか、はい、あの後ですね、はい、決戦を通しましたよ。1個目の V がほうドライブ、おそこから100、伝説でやっぱ違うと。伝説なんで1個目の V で飛ばしちゃう伝説なんでってのもちょっと違いますけど、飛ばしちゃうのやっぱり。あいやまあまあ、でやっぱ時間がなかったですね。そうっすよね。1回目が0個、2回目が2個じゃないですか。もう次ですよ、はい、もう待機してます V が。あーゾロゾロと、ということで、はい、まあミッション内容おさらいしましょう、うん、はい。まずね、あの入場番号1番を引くっていう方はね、お声掛けなかったんで、はい、いらっしゃらないっすよね、うん、あとはまんま入れた人いいっすよ、嘘でもいいんで。え、ほんと、え、いいよ、待ってる待ってる。え、ちょっとさ、伝説じゃん、うちらやっとくから、うん、あんた行きなさいよ。そう、こんなどうでもいいエンディング見てる場合じゃないから。いやもう本当にこれはですね、この後まあメンバーとねわちゃわちゃしながら待ちたいと思います、はい、待ちましょう。で、ダメだったらダメで、はい、あの来てくれるみたいなんで、はい、わかりました、はい、ちょっと楽しみに待ちたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。伝説を迎えましょう。君が伝説だ。すごいよ。いやもうマジで。おめでとうございます。ありがとうございます。いや素晴らしい。なんかね、今後ともよろしくお願いいたします。あの今シーズン一発目でね、快挙。いや本当に。っていうところで。おめでとう、ありがとう。ということでこの伝説のおかげ、はい、伝説のおかげで、はい、今回のね、うん、関東のメンバーに、はい、オリジナルのステッカープレゼント本用でございますので。そうなんです、こちらです。はい、はい、配っていきましょう。配ります。はい。どうぞどうぞどうぞ、はい、ありがとうございます。どうぞ。テンスラは、あ、よかった。じゃあジョーズ、お、ジョーズですか。ありがとうございます。
皆様誠にご視聴ありがとうございます。明日も気候なグループへぜひ遊びに来てください。サンキュー。